ではよろしくお願いしたいと思います。この委員、先ほどご発言いただけなかったのでお願いできますでしょうか。6時4のところ、まあ、なるべく在宅医療ですが、これあのやっぱり我々医療者側の議論にとどまらず、やはり一番は最終的にはあの患者さんあるいは県民の方がですね、分かりやすい形をのあの形を出して提示していくということがより重要かなと思ってますので、あの地域によってはですね、地域の病院がこの例えば糖尿病でも糖尿病専門医がいるところじゃないと見れないみたいな話になっていくとですね、地域でいっぱい糖尿病の患者さんがいて、地域の専門医じゃない一般の総合的に見てる医者も糖尿病を見てるわけですが、そこら辺を取り越えていかないといけないような考えが地域の皆さんに起きて、不安が起きては困る話ですので、そこら辺を分かりやすくですね、絵をかけていけばいいのかなというふうに思います。それから ICT についてはですね、今、こういった保管するためと書いているんですが、今秋田県での ICT がどの現状になるかという、まず現状をしっかりと把握するべきで、思った以上に進んでないということは僕、私の実感です。なぜそれが進んでないかということをまず最初にきちんと客観的に評価してですね、これはやはり我々医療機関同士の連携するにしても、やっぱりそれは不便だから進まないわけです。いろいろと手間がかかったりするので、それだったらまだ今でもファックスの方が早いですよ。そういう話になってますので、やはりなぜ進まないのか、そこら辺をきちんと検証した上で、その議論を進めるということが重要かというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。吉原にあります。県北で旧跡病やってますけども、今機能文化ってことで分かれてますけども、実は介護の3、4の方がどんどん入院してきて、すでに慢性期疾患を持っていて、なかなか旧跡病院であっても介護力や慢性期に対応する力がないとやっていけなくなっているのが現状で、というそういう意味では今の国の方針とは反対なんですけども、反対の方向なんですけども、これはやはりそういう力を持っていけないと、この秋田県の高齢化の地域では無理になってきたなってきたなっていう感じがあります。ですから少し秋田県としての新しい体制が必要になります。特に医療と介護、さらにその先の生活を結ぶような何か新しい仕組みがないと対応できないのかなと考えております。あと先ほどの3医療圏もあるんですけども、非常に僕はですね、交通インフラがプラでですね、端から端まで3時間、冬季であれば4時間、5時間かかって、医療系としてちょっと成り立たないかなというような感じがあります。ですから、その交通インフラを、なんとか整備するとともに、それに代わるような IT をですね、整備して、どこに行っても均一な医療ができればと思いますけれども、ぜひその辺のことも同時に解決していただかないと、実現は難しいかなと考えています。ございました。浜口委員、ご意見お願いできますでしょうか。はい、ウェブで失礼いたします。先ほどから拝聴しておりましたけれども、ご疾病 6事業に関してというよりも、住民の先ほどの3医療圏の話のアンケートを見てましても、やっぱ救急とか、それから交通の便ですね、そのあたり心配されている方が多いと思うんですね。で、我々医学部としても、3医療圏になることで、この将来的にハブという病院に医師を含めた医療資源を投入できるという、そういう面は良くなっていきますので、一方で先ほどから出てますように、慢性期の方々をきちっと見てあげれる病院とか、それから急性期過ぎた方の後方支援にしっかりとした病院というのは必ずいりますし、日常の診療というのも非常に重要なので、その辺は欠損することなくですね、
住民に安心して確保しますよということを保証しながら対応できればと思います。していただければと思います。で先ほど吉原先生も言われてたようにこういった広域になってきますとやっぱり交通の便とか患者さんの輸送とか日々の診療に通える医療っていうのは大事だと思うので、まあ、もちろん遠隔 の, オンライン診療とかも大事ですけどまずはやっぱり交通の確保なんかも非常に重要なのではないかなと思います。はい、ちょっとまとまりない話ですか。以上です。ありがとうございました。先に先ほどご意見いただかなかった先生からいただきましたけど、皆様からまたさらにご意見いただきたいと思いますけども、南アイ医師の確保や、まあ、医療の医師の提携、外来医療の提携体制などにつきまして、医師の確保などにつきましては9ページあたりに関しまして何かご意見ございますか。はい、やはり一つ一つのですね、病院も簡単に問い合わせていただきますと、地域の病院を強い病院を作って、研修ややはり奨励するとか、それから経験というのを見て、いろいろ病院を選びますので、やはり地域にある病院を強くして、そうすると魅力的になるので、若手も残ってくれるものだと思います。ですので、医療圏3つということで、それで揃えるんですけど、そこに、魅力的な病院を地域で考えていただいて、ある意味統合採用も含めてですね、やっていただけると非常に若手から見て魅力的な病院です。はい、ありがとうございます。同じ9ページに関しましては、看護師の養成と確保というのもございますが、白川委員、何かこうご意見、お伺いに向けてありますか。看護師の養成確保というか、看護師は皆さんもよくご存知のように非常に ドクターも同じなんですけども、忙しくてリタイアしてしまうという、そういう、人が、多いというかおります。が地元に帰ってまた看護師をするとか、そういう地元というか実家の方に帰ってね、看護師をするのに、疲れ切ってしまってもう看護師はしたくないとかっていう人もいますので、そういう人たちがくまなく、きちんと看護師免許を活用して働いてもらえるような、体制にしていかなくちゃいけないなというふうに思っています。看護師の家族に関しては、それもまた一つの、方策というかだと思うんですが、ここにある検討における論点の4つ目の丸の患者本人や家族の希望に沿った医療ケアの提供とか、その一つ前の高齢化が進展していく中で患者のニーズに一貫して対応していくためにはというような文言がありますけれども、これに関してはかなり、看護師が、活躍していかなくちゃいけないところかなというふうに私は考えています。特に、高齢化になりますと80代、70代、70代でなくてもですね、70代になっても、ちょっと60代でもですね、先生が、ドクターが、提案した治療を自分が選ぶんじゃなくて、先生がこう言っているから、やっぱり受けてみようかなとか、それは自分で選択するというよりも、先生に、本当はここまでの治療は自分は望んでいないけれど、先生がそう言うから、やってみようかなとかいうような高齢の方もいます。ですので、そういうところを、先生には言えないけど看護師さんには言えるとか、そういうのが、そういう、経験をしてきていますので、そこら辺がもっと、チーム医療と一言で言ってしまえば、それまでなんですが、
まあ、医師と看護師、他の医療関係者が、それぞれの場所で、それぞれの役割で、立場で、患者さんと接して、その患者さんを全人的に見て、どういうふうに対応していけばいいかっていうようなところを、丁寧に見ていけるような医療提供体制ができれば、本当にこの方を、拠点の病院まで運ばなきゃいけない方なのか、まあ、拠点の病院まで運ばなくても、ここのかかりつけ医か、あるいは、その後方病院で、見ていただいても十分、まあ、患者さんは満足できるのかというのを分かるのかなというふうに思いました。すいません、取り留めなかった。ありがとうございます。いくつも重要な意見が入っておりますので、またその辺のところは、50分64の中で検討していきたいと思います。他にございませんか、50分64に関連していらっしゃる先生たちもいらっしゃると思いますし、この委員どうぞ。医師確保については、ここで、まあ、こういう地域用対策協議会とかで、まあ、議論されることになると思うんですが、あと5年後、というか2030年のことを考えると、もう少子化がどんどん進んでいてですね、もう地域医療の担い手がですね、大変薄くするんだと思います。まあ、そういう中で、その医師以外、看護師さんもそうですけど、今、離職もかなり、しらかいろんなものですから、まあ、離職する看護師も多いですし、看護師募集してるんですね。なかなかその数来ないというのも現状ですし、管理栄養士とか薬剤師とか病院薬剤師も大変不足しています。そういう意味では、その多職種の専門職を育成する、確保していくと、そういうこともこの中で少し議論するべきではないかという、そういう時期だというふうに考えていますので、そういうものを検討いただければと思います。ありがとうございました。県の方では、医療人材協会の方でも対策協議されると思いますけど、よろしくお願いいたします。宮城さん、おっしゃった通りですね、薬剤師、それから看護師、本当に、まあ、医師はなんとかなるかもしれないというか、なんとかならないかもしれませんけども、それよりも今危機的なのは看護師と薬剤師と、でこれで看護師が十分に確保できないために病床を少し縮小しているところもあると聞いておりますし、で今年、まあ、コロナもあって看護師がかなり辞めるというような状況もありますし、つらかったかもしれません。でその分、十分な辞めた分の確保という言葉がいいかもしれませんけども、来てくれないような状況がどこの病院でも出ているので、ぜひ、まあ、医師確保ももちろん大事ですけれども、看護師や薬剤師、その他の職種の確保というか、そういった採用できるようなことになっていかないで、期待の工場が計画を立てていくと思います。大越委員の国際委員会の方に、その代わり地元に帰った働くというのが条件になっている。
というような大学も出てきたり、そういったところで、まあ、なんとか増やしていくというのが一つ。それと、実際に学生っていうか、ね、きっとアンケートとしては、病院薬剤師になりたいというと、本当にやばいんですよ。そうなると、じゃあどうしてそれがいかないのかってなると、最終的にはその手取り早く、いわゆる奨学金の返済、これになると、まあ、給料が高いところに行って、まず返したいというようなところがあっての、まあ、行きたくないけどもやっていくというようなこう選択肢を取る学生もいるということで、なかなか病院に行きづらいというのがあって、で、今、厚労省の方ではその、いわゆる研修制度じゃないですけれども、一回大学卒業したら、まず病院に勤めているのを前提としてからの自分の就職の意思を満たすというようなことを言われているんですが、実際にはやっぱりそれじゃあ、もうとてもじゃないけれども、薬剤師になって、で、奨学金を返してなんてことはできないにじゃならないとかっていうような。というのが現状があります。はい、ありがとうございます。地域はこういうところですね。大学の最後にございます。非常に医師会士というのはどういうふうに増えてるんでしょうか。歯科医師会人数に関しては、まあ、歯科医師はそんな少なくはないですよね。でこのところにですね、病院と歯科診療所の連携、歯科専門職の確保ということもあるんですけども、これ私、今思ってるんですけど、やっぱり歯科衛生士がね、病院になっても、まあ、周りに必ずいるべきだと私は思う。で、何をするのか、口腔ケアですよ。でも、一般的にですね、看護師さんも含めて、口の中にあまり見ないですよね。多分、必ず見るということは、多分ないんじゃないかなと思って、やっぱり本来は、必ず口の中を見てもらって、例えば、汚れの状態がどうであるか、舌が汚れるかどうか、それを見て、これを見てですね、じゃあ、相談するというのが私は本当に筋だと思うんですけども、例えば高齢者の施設のようにですね、そういう口腔ケアに関して、歯科衛生士が入っていくことによって、当然その感染症、その誤嚥性肺炎が効けるわけですよね。で、能代厚生病院でも、能代のその歯科医師会と連携して、やっぱり口腔ケアやることによって、今までそのあまり発熱の症状がないという結果もあるので、私は病院には必ず必要で、その中でその口の中の管理を、ね、してもらうということが、私の国民のためになることだと思うんです。で、よく言うと、採寸を取れないというふうに言われている病院が切るんですよね。そうでなくて、そのやり方によってですね、いろんな点数の取り方があるので、それで施設の場合はですね、結構その制度としているんですよね。そういう意味でマイナスにはならないと思うので、やっぱその専門職に専門的なところを任せるというところをですね、まあ、その高齢化先進権でちょっとやらなきゃいけないんじゃないかなと思ってですね、私県と協力で施設の入所者の口腔ケアを今度事業を起こしてですね、でそれでまあその経過を追っていくんですね。その口腔ケアをしていて結果どうなったか、その1回きりの検診じゃなくてそれをやることによってどのような患者さんにとってその利益があったかということを追うためのそういう事業というふうに思って、それは本当は全部説明やるというふうにしなきゃいけないんじゃないか、そういう会社の歯科衛生とっても少ないわけですよね。そこら辺のところで私は歯科衛生士募集するときにこういう仕事もあるんだよと言いながらですね、その、おかしいなと思った時には、その専門家にお願いするという、そういうような形が必要なんじゃないかと思っています。以上です。ありがとうございます。そういう視点も入れてくるということで、ご足自身が県民に一番近いというかと思いますが、いかがでしょうか。そのご要望と結構ですので、検討してくださいということはいかがでしょうか。あんまり考えることなかったんですけど、まあ、自分の町としては口腔ケアについては町としてやってます、はい、ですので、もう今こちらで読んだら話しましたように、
流行したとすると、まあ、点検で、まあ、やっていただければ、いいのかと思います。あのこの論点の部分ですか、ICT のことに関して、先生の息子心の意見とかございますか？分かりますか？分かりますか？あ、西島委員お願いします。私、精神疾患、ご疾病とかのちょっと、まあ、現状というか、意見を述べたいと思いますが、精神疾患の場合は、ちょっと体の病気とは少し違う事情がございまして、一般的に急性期だと重症とかいうことになってですね、まあ、総合病院での医療、基幹病院での医療ということになりますが、まあ、精神科の場合は精神科救急ですね、これは精神重症の場合には、必ずしも総合病院が主要な部分になっているわけではなくて、ね、各地域 の、 まあ、リハ線を中心にしたいろんな精神科専門病院が多くになっています。ですので、北物件の場合には、まあ、以前の部会でもお話したんですけども、今、ご医療券ですと運用してきています。なぜご医療券かというと、まあ、医療機関の、精神医療機関の偏在がかなり著しいので、やむを得ず、なってきていったんですね。ただ、これをその3医療券にした場合には、障害福祉課の方に試算してもらったんですけども、まあ、検疫内で、例えば入院が必要な人を入院対処するということは、まあ、数字上は今よりも改善するんですけれども、でも幻覚妄想状態とか興奮状態とか自殺気とかがあったという人、まあ、長距離を移送できるのかというような問題がございまして、まあ、現実的にどのように運用できるのか、まあ、今後検討しなければいけないかなというふうに考えています。あとはご多分に漏れず高齢化のために身体合併症を持っている患者さんだらけで、まあ、こちらは総合病院の方で対応しなければいけないんですが、まあ、これは国 の、 診療報酬の制なんですけれども、秋田県の場合には公的な病院がほとんどなくて、県立の病院がなくてですね、まあ、そのためにやはり精神病床を持ってくれる病院というのは、まあ、それほど多くないです。ですので、例えば、まあ、認知症の方とか、まあ、うつで自殺気筒をかかって処置が必要であるとか、まあ、アルコール依存、あとは摂食障害とかですね、まあ、そのような身体管理が必要な患者さんを受け入れられる病院が今でも少ないということがございます。このあと3医療圏になって拠点化していくときに、まあ、果たしてそこに精神科医が常駐しているかというと、私はかなり可能性は少ないんじゃないかなと思っています。でこのうつとか自殺とか認知症とかですね、アルコール依存というのはまさに秋田県の抱えているかなり大きな問題なんだけれども、それを、まあ、対応できる地域がですね、かなり秋田市周辺部に今偏っているというようなことが、まあ、ございます。最近だとアルツハイマー病の治療薬とか抗体薬がもうすぐ登場しますけれども、まあ、これをその診断をして、投薬注射できるような病院というのはごく限られていて、果たしてここにおられる医院も20年間体の健康であればいずれ多くの方は認知症になっていきますね。そのようなこと、まあ、県民のニーズかなり関心が高いと思うんですけど、そういうのを対応できるような病院というのはどういうふうに確保していくのかなというふうに思います。まあ、加えて急性期を過ぎた後の、まあ、リハビリや地域移行の問題がございまして、まあ、これはまあ、クリニック、まあ、地域病院で対応していかなきゃいけないんですが、これもやはり偏在がひどいということで、まあ、全部合わせて今ある医療資源でどういうふうに精神病を支えていくのかということについては、この後 の、 医療連携と、まあ、体制等を受け取っている、まあ、こちらで頭をひれなければいけない話なんですけれども、なかなか特効薬がないなというところです。ありがとうございます。県の方に確認したいんですけれども、まあ、今のように新刊のように、まずご医療圏で行くということに関しては、それは構わないということでよろしいですね。3医療圏は全体の仕組みであって、疾病によっては医療圏がまずそこ以降のままスタートということでも、この辺ぜひなんかちょっと説明お願いします。
はい、基本的には3医療圏ということなんですけれども、その医療提供体制の状況と加味して、その辺は柔軟に対応していく形なのかなとは考えております。申し訳ないです。私たちも3医療圏でもちろん整えていかなければいけないと考えているんですが、その時に解決すべき課題がいろいろございますということで。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご意見。はい、ありがとうございます。ご指定6次業の、検討ですけれども、ご指定6次業に関しましては、その部会では専門部会でしっかり検討していけばよろしいかなと思いますけれども、在宅医療に関しましては、私も、その委員にしておりますので、なかなか秋田県の在宅医療というのは、厳しい状況にありまして、やはり今、在宅医療をやっているのは、開業の先生が多いんですよね。そこの先生方がだいぶ高齢化になってきましたので、これからなかなか厳しい状況になっていくということと、それから、1人の診療所の医師が、24時間365日なのかなり厳しいものなので、これからは例えばグループ制とか、何人かでタッグを組むなり、もしくは病院と一緒にタッグを組むなりしていかないとなかなか厳しいのかなと思います。それこそまた働き方改革にもつながってきますので。それからこの在宅医療を行う場合、3医療圏で一気にやるというのはかなり厳しいものがありますので、先ほど三島先生がおっしゃったように、やはり今の8医療圏ぐらいのレベルで検討していかなければいけないと思います。そこで大切なのがやはり多職種連携になりますので、そこをしっかりやるような体制を作っていかなければいけないのかなというのが在宅医療でございますね。それで、ICT でございますけれども、今オンライン診療とか、今実施というか実証実験をやってるんですけれども、あくまでもこれは、オンライン診療をどんどん進めていくというよりは補完としてどうやって体制を作っていくかということで、動いておりますので、そこのところを進めていくのがやはり望ましいのかなと。それから遠隔医療がやはり進まなくちゃいけないということで、これは大学の方で、今動いているようでございますので、それをどう進めていくのがやはり大切かなと思います。それから秋田県での高齢化が進んでいくということでございますけれども、それは今もまさに、大変な状況になっておりまして、心不全の患者さんがどん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 高齢化して心不全パンデミックという状況が今見て、見られますので、そのような患者さんが本当にその病院で、どうやっていくのか、そこで病院の急性期のところで、治療するのがいいのかというところも考えなくちゃいけないですし、そこに関しましてはアドバンスケアプランニング ACP という概念がやはり必要なので、そこを、しっかり考えながらやっていかなければいけないかなというふうに考えております。今そして最後の患者本人や家族の希望にとった医療への経験を介してどうするかとございますけれども、白川委員がおっしゃいましたけれども、やはり看護師の役割というのはとても大切だと思います。もう一つ多職種でどう考えていくかというのも大切ですし、ここで今、秋田県で進めているのがナラティブックというのがありますよね。ナラティブックというのは本人もしくは家族中心にその人の物語を一緒に紡いでいくという体制でございますので、これが、やっと8年かかって全県の軍事医師会でその、提供体制ができておりますので、ぜひその ACP も含めてそのナラティブという概念を秋田県で進めていくのはとても大切なプロジェクト だと思いますので、よろしくお願いしますというか、とてもいい体制になると思います。そしてそれが目指す秋田県の医療の姿の中にしっかり書かれておりますので、そこの地域包括ケアの概念のところになっていくというものも、みんなで一緒に考えていくのが秋田県の医療の目指す姿につながっていくのではないかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆様からいろいろご意見いただきありがとうございました。他にちょっと言われてたことございませんか、また各委員会などでもまたあると思いますので、それでは今回各委員会、あ、先生ありますか、大丈夫ですか、はい、それでは各委員の皆様から、ご意見があったことにつきましては、今後の方針6事業等の検討作業において検討されるようにお願いしたいと思います。次に教育事項両学校に今後の地域医療構想調整会議の進め方について委員長
からご説明をお願いします。はい、そうすれば今後の地域医療構造調整会議の進め方について説明いたします。協議資料の2の1ページをご覧ください。地域医療構想は人口減少や高齢化が進行する中、2025年に向けて各地域ごとに医療機能、高度急性期、急性期、回復期、慢性期といったその医療機能ごとに医療需要と病床の必要量を推計し、将来あるべき医療提供体制を実現するための施策を定めたものでございます。本件では平成28年10月に秋田県地域医療構想を作成しております。そしてちょうど右下の方にあります通り、地域医療構想の実現に向けた医療機関の機能分解連携につきましては、地域医療構想調整会議で議論調整を行ってまいります。次の2ページをご覧ください。地域医療構想調整会議の設置については、設置形態としましては構想区域は現行の二次医療圏と同じ8区域でありますが、複数の地域での合同会議や必要に応じて専門部会を開催し協議を進めていくこととしております。また協議事項について病床機能報告のデータや構想区域内の医療機関の状況について情報共有を図りながら、病床の機能分解連携や在宅医療等について協議を行うものであります。3ページをご覧ください。今後の地域医療構想調整会議の議論の方向性案についてでありますが、現在の医療保険福祉計画は令和5年度まででありまして、令和6年度からは次期医療保険福祉計画がスタートすることになります。でこれに伴いまして二次医療圏は3医療圏ということになります。一方地域医療構想は令和7年度までとなっており、次期医療計画の計画期間中に構想の期間が到来しますが、構想上令和7年度までは8構想区域ということになります。次期医療計画における二次医療圏が3医療圏になることを踏まえまして、調整会議の在り方を2階建てとしまして、現行の地域医療構想が終了する令和7年度までの間の調整会議での議論の進め方につきましては、合同会議を3県域単位で開催し、広域化された県域において24時間365日の確実な救急受け入れや専門的医療などの事項について役割分担や連携について議論を進めていくとともに、地域包括ケアシステムのネットワークの中で在宅医療や日常の外来診療など住民に最も近い医療を提供する診療所、それから軽症・中等症等の患者の救急受け入れや入院などの機能を果たす身近な病院の役割分担と連携につきましては、現在の8県域単位で議論を行うこととしたいというように考えております。また令和8年度から新たな地域医療構想がスタートしますと、構想区域は二次医療圏に合わせて3となるように考えられますが、調整会議も二次医療圏に合わせて3構想区域で開催されるものでありますが、現行の8県域単位のここでは仮称で地域会議としておりますが、身近な医療を確保するための議論をする場を8区域で設ける必要があるものというように考えております。4ページをご覧ください。こちらは今年度の調整会議の開催予定であります。で括弧1、第1回は先ほど説明の通り二次医療圏の見直しについて協議を行ったところでございます。で括弧2、第2回につきましては医療圏の見直しにおける課題の共有を図るほか、令和4年度の病床機能報告、そして令和4年度の外来機能報告の結果を報告し、今年度までに策定することとなっている地域医療構想にかかる対応方針、それから公立病院経営強化プランについて協議を行う予定でございます。括弧3、合同会議については8
区域ではなく医療圏見直し後の3区域単位での開催としまして、今後の調整の在り方などを協議したいと考えております。括弧4、専門部会については病院診療所の関係者にお集まりいただき、3区域での役割分担と連携について検討していきます。でそして括弧5につきましては、第3回目の全体会であり、令和5年度の外来機能報告の結果報告、それから今年度策定した対応方針や公立病院が策定した強化プランについて協議を行う予定としております。次のページ、5ページにつきましては、参考ということで今年度の調整会議の年間スケジュールを表にしたものでありますので、こちらは説明を省略いたします。次の6ページをご覧ください。今年度の地域医療構想調整会議の進め方に関する検討における論点についてでありますが、先ほど資料の3ページで調整会議における議論の方向性案について説明いたしましたが、その中で論点1としまして、現行の地域医療構想が終了する2025年、令和7年度までの調整会議の進め方について、広域化された権益における役割分担と連携について、合同会議を3区域で開催するとともに、地域包括ケアシステムのネットワークの中での役割分担と連携については、調整会議を8放送区域で開催し、議論を進めていきたいと考えておりますが、その方向性についてはどうかと。また、4.2 としましては、新たな地域医療構想がスタートする2026、令和8年度以降の調整会議の進め方について、放送区域は二次医療圏に合わせて3区域になるものと思いますが、現行の8県域単位での身近な医療を確保するための議論をする場が必要であると考えており、この方向性についてはどうか、この2つの論点についてご意見をいただきますようお願いいたします。説明は以上になります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ただいまの説明に関しまして、皆様からご意見やご質問いただきたいと思いますけれども、現行の8区域と今後の3区域に移行に関しまして、またさらに3医療圏になった後でも、地域での議論をしていくということの2つにつきまして、皆様からご意見頂戴したいと思いますが、それでは地域医療構想会議などに関わっていらっしゃる小野議員の方はいかがですか。今説明を受けたような方向性でよろしいのかなと思います。やはりどうしても地域包括ケアシステムという考えると、在宅医療もそうですけれども、やはりどちらかというと市町村単位なんです。そこの行政区域でやってるわけですから、あまり後半には難しいので、3区域は3区域としてその下に8高速区域でやる方がそれがベターかなというふうに思います。合同会議を経てだんだんまとまっていくという考えですか。それはですから、はい、議論する部分が違うんじゃないかなと思います。合同会議はどちらかというと医療提供体制についての話、大きい話でしょうし、その8区域ではどちらかというと地域包括ケアに関する議論なのかなと主体としてはですね、そこのところの違いがあるのかなと思います。そうしますと論点丸2も残していくべきだということで、分かりました。ありがとうございます。他に吉原委員どうですか。その北の方の調整会議にあると思いますけども、非常に広域なので、全体の流れとか大きな方針は3医療圏ということで決めて、あとは各地域で実用に応じた対策が必要になりますから、やはりこういう形で将来もやっていくのがいいと思います。ありがとうございます。何かこの、ご質問を含めて、この、特に私も丁寧にやっていただけると思っていいかなと思っておりますけれども、流れに関しては全然これでいいのかなと思うんですけれども、例えば合同会議のあり方とかですね、地域医療構想会議が来た週となると、
全部の院長先生が集まって1人1言か2言で終わってしまってなかなか進まないような状況なので、そこは ある程度、セレクトしたメンバーでやらないと全部の病院の先生たちが集まってくるとなかなか何も進まないような気もしますので、やり方に関してうまく調整していただければというふうに思います。あと一つ全く違いますけど、ご質問なんですけど、4ページ目の両括弧にとってはが両括弧にある公立病院経営評価プランというのはい、公立病院につきましては、今年度は、病院の経営と合わせまして、今後の医療提供体制をどうするのかということで、基本的には総務省に向けて、そのいわゆる、経営評価と合わせたプランを作成して提出するということになっております。ですので、その内容につきましては、その地域医療構想調整会議の中で、皆さんにお伝えして、状況と、協議をしていただくという流れで考えております。他にご質問やご意見ありますでしょうか。せっかくいい流れだと思いますけれども、ご意見ございますか。どういう医療構造会議でいると思いますか。一つだけ3つの広域になった時の医療圏の場合は今までなかなか決まらなかったことがありますので、南谷委員がおっしゃいましたように、少し別の視点からいかなければいけないのかなと思います。例えば経営ですね、経営のことも考えて、院長先生だけではなくて事務長の人も入ってきて、こう検討するとか、例えばです、そういうことも検討していけばよろしいのかなと思います。で、論点に関して言いましては、小野委員のおっしゃった通りで、やはり8医療圏でやるべき内容というのは結構ありますので、ただ在宅医療なんかはまさしくその通りだと思いますので、そういう形でよろしいかなと思います。以上でございます。ありがとうございます。皆さんは大丈夫でしょうか。これはそんなに大きなものなどこのままでいいような気がいたしますが、せっかくですから、よろしいでしょうか。それでは、私は続け方としてはいいかなと思っておりますので、皆様からも、いただいたご意見もございますので、地域医療構想会議、調理構想調整会議を進めていただければと思います。本日の表示事項は以上となりますけれども、少し、早めに、進んでおりますが、何か言わせたことがいらっしゃいますでしょうか。では4年度の秋田県医療審議会と地域医療構想調整会議の開催事情等について2つの項目がありますけれども、まとめて事務局の方からご説明をお願いします。はい、そうすれば私の方からまとめて説明させていただきます。昨年度の医療審議会と地域医療構想調整会議の開催状況です。医療審議会の方になりますが、報告資料の1の方になります。資料、ご覧の通り、医療審議会、親会の方を2回開催しておりまして、あと部会の方が、それぞれ計画部会は1回、あと医療法人部会が2回、あと医療人材部会が1回ということの開催状況であります。続きまして、昨年度の地域医療構想調整会議の開催状況になりますが、報告資料の2番2の方をご覧ください。昨年度は2回、開催する内容になっております。1回目が県大会の、オンラインでの開催ではありますけれども、8放送区域すべてで、ご覧の通り開催しております。そして2回目ですけれども、こちらもちょっと書面での開催となりまして、心臓リハビリテーション施設設備整備事業のこの件に関しての協議をしております。
報告事項に関しては以上になります。ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問などございますでしょうか。特になければ報告事項についても終了させていただきます。これで、協議と報告が終わりましたけれども、せっかくの機会でございます。皆様からまだお話し忘れたこと、ブレブレ何かお話をよろしくお願いします。忘れたというのは、今、マイナンバーカードと保険証のことに関していろいろ問題にはなっているんですけれども、国の報告すら当然やっていかなきゃいけないというふうに思っているんですけれども、実際、秋田県ではどれくらいその、まだ普及率がどれくらいなのか、それから例えば、協会憲法でその今、カードを返すというじゃないですか、そういう実例があるものかどうか、ちょっと、もし。例があったら伺いたいなと思って、あえて申し上げない。言えなければ、まだ、この返納っていうのはちょっと掴んではおらないんですけれども、現状の私ども協会の方では、マイナンバーとですね、医療保険とのこう紐付け、これの再確認を今行っているところでございます。今月の後半には、それ一時的なところは完了できるという流れになりますので、大臣も言っておりますとおり、近いうちに中間的な報告はできるのではないかなというふうなことしか今のところは来ておりませんので、今はまさに作業中と。申し上げたのは、本来はやっぱりその、個人を特定する意味でね、必ずやらなきゃいけないと私は思っているところなので、それに対してその、どういう抵抗勢力とか、そういうものをある程度その国民が知るためには、秋田県はどういう状況なのかなとちょっと思ってですね、あえて質問してみました。以上です。県のことなんかそういうのはあります。その例えば、進捗状況とか、そのと、結びについてどれくらい進んでいるか、そういうそんなところは掴んでいるんでしょうか。この間57地区で、7000名だからその、登録がうまくいってなかったというその話があったんですけれども、そこら辺のところが例えばその一般的に見ると日本の人口が1億何千万いるわけですから、それの人の7000というのは大した数じゃないという人と、とても大変だという人もいるわけです。そこら辺のところで国民としてもそれがどうなのかということはやっぱり知らなきゃいけないんじゃないかなと思ってあえて質問したところです。県の方の DX とか何かそういうことが取ってるものでしょうか。あんまり知らないでしょうか。国営有志の加賀と申します。今の加藤委員からもお話ありましたように、国の方からは市町村国庫とかあるいはその各保険者の方に当初は7月中に点検し、8月中に報告というふうな形でスケジュール示されておりました。で、私どもも市町村国庫等に対しては国からの通知等をもとに周知しというふうなところでございます。で、県の方のデジタル政策課とかあるいは市町村課等も確認したところ、具体的にそうした事案についてはまだこう報告を受けてありませんし、非公式のものであって、紐付け失敗したというお話は伺っておりませんけれども、何らかの形でその保険証を使って10割返還、10割一旦、知られたというふうな事例は2件あるというふうには伺っておりますけれども、詳細についてはこちらの方でも、把握しておりません。以上です。店長に一つだけ質問したいんですけど、参考資料の3人ですね、第8次医療計画における重点事業より参考資料というのがあって、いろんなロジックと設置事業についてのいろんな数値目標みたいなものを書いてあるか、これはあくまで参考で何かこれを持って医療圏医療体制の特質にハードになるとか、具体的にこう何でしょうか、目標数値みたいな設定みたいな作られるんでしょうか。
厚生労働関係の科学研究事業でこれなんか各自各疾患について作ってるみたいなんですか、ね、はい、こちらあの重点指標を参考指標ということでお付けしておりますが、いずれあの指標の方についてはあのいずれか、まあ、この重点指標とかあと、まあ、本件 の, その実情に応じてあの一定 の, そ の, あの指標から目標値等を設定するということになりますので、まあ、その意味であのこちらの方、まあ、あとで参考ということでお付けさせていただいております。わかりました。なんか中にはちょっと地域の実力に合わないかなり難しい目標を設定をされているみたいなので、ちょっと聞きました。わかりました。策定の段階で目標値設定の段階で会議があると思いますがいかがでしょうか。はい、各検討会の中で具体的にその指標設定その方についても検討されますので、まあ、その中で議論されていくというように思います。はい、はい、他にございますでしょうか。あ、はい、どうぞ。はい、すいません、今県内の町で8医療圏から、まあ、3医療圏に、まあ、するということで、まあ、いろいろお話しされておりますけれども、県内にある保健所についてはどのように考えておられるか、もし、どうかにはお知らせ願いたいと思います。福祉政策課の源野でございます。保健所につきましてはまず今後ですね、地域振興局の在り方とかそういう県全体の動きもありますので、まず医療圏に合わせてですね、直ちに変えるということは今のところ考えてございません。ありがとうございます。そうしますとまず産医療圏と同様に減らしていくというような状況になるんですか。話もこれからですね。これからになります。はい、まず今回のまずコロナウイルスでも非常に大変、保健所の活躍というのはすごく大切であったなと思っておりますので、この辺は、もしできれば地域にあったような形で残してもらえればなと自分は思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ちなみに医師会も特に減らす予定はございませんので、今まで通り各地域で医師会福祉医師会維持しておきますので大丈夫かと思います。よくわからないです。他にご意見ありますでしょうか。他に、なければ、以上で予定していた事項は全て終了になります。それでは司会を準備の方にお返しします。皆様ご協力ありがとうございました。それではそれをもちまして秋田県医療振興会を閉会いたします。本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。